コーヒータイムということで、今日は田島屋さんのキリマンジャロです。まあ今日というかね、今日はというか今日もなんですけどね、はい、田島屋さんのキリマンジャロを入れていこうと思います。で、今日はね、ちょっとあのコーヒータイムのね、この取り方も少し変えようかなとかね思ってたんですよ。まあコーヒータイムね、コーヒータイムって言いながら、まあコーヒータイム終わった後に違う話をするのがメインみたいなね、コーヒー飲みながらね、うん、っていうのがメインなんで、でたまにね、コメントでね、ご意見をいただくわけですよ。このコーヒータイムって言って、まあサムネとかね、タイトルとかを見て丸々の紹介みたいなこと書いてあるのに、なんか見始めたらコーヒー入れ始めて、なんだこいつって思ったっていうね本当申し訳ないと思いながらね、うん、そういうのを見たりとかするんですけど、ちょっとあれだ、カップをね用意しなかった。ちょっとしたこととかね、なんか本当改めて一個のなんかにするっていうほどのものじゃないこととかはね、コーヒーを入れて、でそっから話に持ってくっていう流れがね作りやすいんですよなのでね、コーヒータイムっていう風に感じでよくやるんですけど、まあびっくりしますよねっていうねその話を聞きに来たね、このコーヒー、お前のコーヒーを見に来たわけじゃないんだよなみたいな、そういうような話をされるので、ちょっとその導入をね、まあ同じように、まあ、コーヒータイムで紹介するっていうのはやめるつもりはないんですよ僕がねやりたいようにやるような Vlog なので、なのでこのスタイルをね大きく変えるつもりはないんですけど、そんなこと言われてんだったら変えろよっていう話かもしれないですけど、それはね僕の趣味でやってることなんで、うん、なんでね続けていこうと思うんですけど、まあ、いや、ちょっとコーヒーいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。うん、いい香り。あ、おいしい。で、こういう風にねコーヒーを入れるっていうのも趣味ですし、物買って紹介するとかいうの趣味、まあ Vlog 自体が趣味なんでね、うん、ちょっとここはねご了承してほしいんですけど、ただ来てねその面食らうっていうのは分かるんですよ。まあ例えばプラモデルの話で何々を作るやり方みたいなね感じで書いたとして、そのタイトルに書いてあって、でサムネもそこの部分書いてあって、なのに実際に見てみたらこいつコーヒー入れ始めたっていうね。で内容、話す内容もいきなり天気の話をし始めたみたいなね、どうでもいいんだよそこがって思う気持ちはすごいわかる、うん、わかるんですよ。なのでちょっとね少しだけ導入部分を変えようかなと思ってたんですけど、ちょっとね今忙しくて、というのも旅行しようと思ってましてね、うん、で旅行をしようと思って、まあ旅行前にねいろいろとね片付けなきゃならないことが多いんですよ。でその片付けをねいろいろやってたらですね、時間がなくてそんなことをやってると、動画の編集もね今までルーチン化してやってたことを急に変えたりとかするとね、ほんちょっと変えただけでだいぶね大変になったりとかするんですよ。なのでまあちょっと旅行から帰ったらやりますちょっと、うん、まあいいやり方っていうのはね1回でできるとは思わないんで、何回かね試行錯誤してやっていこうかなと思います。はい、で今日はねそんな話をしようと思ってたわけじゃなくて、いやそういうね導入でしかもダラダラ話すじゃないですか。でそうするとねまたお前いつまで同じことを言ってんだよみたいなねことになっちゃって、話が続かない、その本題にも入っていかないんですよねっていうなんで本題入ります。
で今日はですねちょっとアマゾンでいろいろ買い集めたものちょっとまたプラモデルのね話でちょっと恐縮なんですけどプラモデルのグッズですね買ったやつが届いたのでちょっとそれだけのね紹介をしようかなと思います。ちょっと時間がないんでね使ってる動画とかちょっと撮れなかったんですけどまた今度ね使ってる動画どういう風に使うのかとか使い心地みたいなのは改めてレビューしようかなと思うんですけどちょっと軽くね紹介したいと思います。はい。でそれはなぜか何かというとですねじゃんとこれだと読めないかこれはいタミヤのコンパウンドおっと吹っ飛んだコンパウンドって分かりますかねこれねこれキラキラしてるやつ、はい、これですねまあ言ってみまあ、簡単に言えば液体っていうかまあこれはクリームなんですけどねクリーム状になったヤスリなんですよね、うん、有名なやつまあこれも使ってなきゃ分かんないかもしれないですけどピカールとかいうね金属磨きとかあとクレンザーとかも言ってみればコンパウンドみたいなもんですよね、うん、そういうやつです。はい。でそれのすごい目が細かいやつですね、うん、それがこういうでこれねタミヤ製ってことで模型用のコンパウンドなんですよ。で模型用のコンパウンドって何がいいのかっていうとまあ普通のコンパウンドと模型用のコンパウンドで何が違うのかっていうと溶剤の種類が違うんですよね。こっちかコンパウンド逆に持ってたねこうやって見てた、ね、こっちでした。はい。この溶剤の種類が違うんですよ。模型ってねプラモデルっていうぐらいでこうやってサムネにもねなるんでこうやって指立てちゃってこのプラモデルに使うんですよね。プラモデルってことはプラスチックでできてるんですよ。でプラスチックって強い溶剤だとね溶けちゃうんですよね。プラモデルだったりとか塗面その塗装したりとかしてね塗装をした後にこういうので磨いたりとかすることもあるんですけどそうすると塗装が剥がれちゃう、うん、磨きたいのに塗装を溶かして剥がしちゃうみたいなことが起きちゃうんですよ。なんですけどそのプラモデル用っていうのはそのなんていうのあれが弱いんですよね溶剤が、うん、なのでそのプラスチックを溶かしたりとか塗装の面を溶かしたりとかする可能性が低くなるという感じなんですよね、うん、なのでプラスチック用模型には模型用のコンパウンドを使うという感じなんですよ。もちろんピカールとかだって持ってるんですけどね、うん、でこれのこう見てわかります？粗目、彩目、仕上げ目って書いてありますけどこのねコンパウンド一重にコンパウンドって言っても粗いコンパウンドと、まあ、すごい細かいコンパウンドっていうのがあるんですよね、うん、粗いやつはもちろん何て言うのかな削りやすいんですよ。削るのがその何て言ったらいいんだろうな大根おろしのおろし器とあと薬味を削るようなねおろし器で粗さが違うじゃないですかトゲのね大きさが、うん、で薬味用のやつで大根おろしなんて削ったらもういくら経っても削れないわけですよ。でも薬味のやつで薬味のやつの方が目が細かいから なんていうんですかね削った時にすごい粒子が細かくなるんですよね、うん、まあそれと一緒でこの、まあ、一緒かどうかっていうあんまり例えばよくなかったな、うん、コンパウンドの粗いやつで磨くとそうするとそう大まかにね削れるんですよ。だからすごい深い溝とかそういうのが簡単に取れてでその後にそのコンパウンドでもその粗いやつだと少しなんていうのかなコンパウンドの磨き傷みたいなのができちゃうん でそれをどんどん細かいやつ、まあ、この順にね細かいんですけどこれで磨いてこれで次磨いてこれで仕上げをするみたいなそういう感じなんですよね、うん、で3種類買ったと。まあ前々から持ってたんですけどこの間先日ね動画で何の時だったかなプラモデルの
あれを持ってきた、持って帰って会社から会社に展示してたやつを持って帰ってきたみたいな時の話だったかな。その時に車のプラモデルのねボンネットとかをコンパウンドで磨いてるのが禅っていう話をしたと思うんですよね。すごい集中して、あれめちゃくちゃ綺麗になると脳汁が飛び出るんですけど、うん、わーって多幸感が、ね、生まれるんですけどね、うん、まあ、そういうのをちょっとねまた久しぶりに感じたいなと思ってコンパウンド見たらカッピカピになっちゃってて長らく使ってなかったんでね、うん、これはいかんと思って、あのまたピカピカにしたいというのでこれを買ったっていう感じですね。でこれと合わせてこれタミヤのねコンパウンド用クロスってやつですね。コンパウンドで磨く用の布が入ったやつ、うん、を買いました。でこの布別にこれじゃなくてもいいんですよ。ウエスって言われるねようなやつでも全然いいんですけど、まあ なんとなくなんとなく買ってみようと思っただけですね本当にこれに関しては、うん、別にこれ、ね、を使わなきゃいけないっていうわけでもない、まあ、最悪ティッシュでもいいですし、てかティッシュとかで磨いてたんですけどね、キムワイプとかね、うん、そういうようなの磨いてたんですけど、そういうのも全然いいんですよ、うん、なんですけどこういうやつでね肝を処理したされたってこう後ろに書いてありますけど、コンパウンドにプラスチックモデルの研磨艶出し作業に最適なクロスです。肝を処理された超極細繊維クロスは肌触りも滑らか、表面仕上げの際にも磨き傷を抑えてコンパウンドの性能を最大限に引き出します。またモデリングワックスの塗布や水洗い後の水分の拭き取りなど幅広い用途に使用可能、使い分けに便利な3色のクロスをセットしました。この中にピンク、青、白3枚入ってるって感じですね。3枚というか3種類入ってますよ、うん、はい、そういうものです。でここにも途中で書いてありましたけど磨き傷っていうのがねできちゃうんですよね。あのティッシュとかキムワイプだったりとか、あとキッチンペーパーとかね、うん、意外とね硬いんですよ。硬くてあの磨いてたりとかする最中にそのプラモデルのプラスチックの表面傷つけちゃったりとかすることもあるんですよね、うん、なので、まあ、そういうのもね防げるかなと思ってこれ買ってみたんですよ、うん、あと電動ツールとかにこれをちょっとかまして電動でブイーンってやったらコンパウンドかけ楽になるかなとかねお前さっきあの自分の手でこうやって磨いてて綺麗になったら脳汁が出るとか言ってたのに機械に頼るのかっていうねところもありますけど、うん、まあ、そういうのもちょっと試してみたいなと思って買ってみたという感じです、はい。まあ、別に必要はないやつなんですけどあった方がいいかなと。であとねもう一つこれ今まで買ったことがなかったんですけど、これねこのやつ、これもコンパウンドのやつでコンパウンド用スポンジっていうねやつなんですよ。この先っぽにコンパウンドをくっつけて磨くためのもの、うん、で結構いいっていう話は聞くんですけど、まあ使ったことなかったんですよね、うん、こういうやつね。でこれね洗って再利用できるっていうことらしいんでちょっと買ってみたんですよね、うん、傷がつきづらいっていうのもあるらしいのと、あと面とかがねすごい磨きやすいとかいう話なんですよ、うん、なんでちょっと期待してるんですけど、1個ね言いたいのがこれね、これなんで3つ持ってるかって、これ1個でよかったんですよ。さっき洗って再利用できるっていう話もしましたけど、1個でよかったんですけど、これなんで3つあるかっていうと、 Amazon のねこういうこれ1個ねいくらだったかな、1個300円ぐらいだったんですよ、うん、ここに350って書いてあるんですけど実際には300円ぐらいでだったんですけど、これあ300円だったら全然買おうと思ったら最低注文数みたいなのね、たまに Amazon にあの工業用とかなんかなんかツール系とかで結構多いんですけど、安いツール系のやつね、うん、であの1個は安いんだけど最低3個買わないとダメですよみたいな、そういうやつがあるんですよ。まとめ買いしなきゃダメみたいな。でそれが設定されてたんでやむなく3つ買ったと、う
ヨドバシにも売ってたら1個で買えたんですけど、なんかね安すぎて300円のやつがね、なんかねヨドバシのお兄ちゃんに持ってきてもらうのがすごい申し訳なく感じてしまってアマゾンで なんかねまあ、こういうのあると思うんですけど、ヨドバシで安すぎるものを1個だけ注文するっていうのの、なんていうの、気の引け感、逆にアマゾンで1個だけちっちゃいなんか100円とか200円ぐらいのやつを注文する気があるさあると思います何なんでしょうね、なんかね、まあ、ヨドバシって配達ってが僕の中では結構丁寧な印象があって、その丁寧な人になんか安いやつを1個だけ持ってきてもらうっていうのがなんかすごく申し訳ない、そういう気持ち、まあ別に商売だからね、でそれで受け付けてくれてるから別に気にしなければいいじゃんっていう話なのかもしれないんですけど、なんかね気が引けるんですよね。でもまあそのヨドバシ側としては買ってもらった方がいいと思うんですよね。そういうの気にせずに買ってもらった方がその売り上げになるんでね、もちろんいいのはいいんだろうけど、なんかね気が引けるんですよねそうなのでなんか、ヨドバシで買おうと思って、あーでも1個でも他に欲しいものないんだよなとか思ってね、それでアマゾンで3つ買うっていうじゃあヨドバシで3つ買えばいいじゃんっていう話なんですけどまあそういう話がねあって使いましたという感じです。はい、まあこれ使ってみてね、もしよかったらちょっとレビューします。まあ、ここら辺の使い心地とかなんか別に気にならないし、別に普通にねみんな使ってるからわかるでしょうっていうところでね、はい、っていうか最近買ったものの紹介でした。はい、まあ今からね旅行の準備とかもしなきゃなんないんで、旅行の準備してね、で旅行から帰ってきたらちょっとコーヒータイムのやり方をね考えたいと思います。はい、っていう感じで、バイ。